今日はキャンプ期間中にちょっと松田社長の方から僕のちゃんこを食べたいという要望がありまして、それで一回もしかったら松田スタジアムで振る舞いたいということで、一回食べてみたいということで、今日は試食会ということでちゃんこを作りに、はい、ちょっとちゃんこってことは、はい、あまり基礎知識はないんですけど、はい、なんでちゃんこなんですか？僕ずっと小学校から相撲をやってて、で大学まで相撲をやってて、大学の相撲部で結構ちゃんこを作ってて、で結構振る舞ったりもしてたんで、はい、そういうことで作ることになりました。得意料理というか、まあ、はい、作ってるのと。そうですね、はい。ちなみに味はどんな味なんですか？味は、まあ、いろんなものを作れるんですけど、今回は塩と味噌を2種類を作って、ちょっと球団の方々に食べてもらおうかなと思っています。はい、皆さんの判定を待って、はい、OK かやるかどうかっていうところです。そうですね、一回確かめて2種類あるので、どちらがいけるのかとか、まあ、改良の余地があるのかも含めてちょっと、はい、聞いてみたいと思います。自信のほどは？そうですね、まあ、いつも作っているので、まあ、僕のちゃんこはそんな特別なものではなくシンプルなものなんで、まあ、自信というか、まあ、普通に、はい、いつも通り作れればなと思います。はい、じゃあ行きましょうか。はい、じゃあお願いします。そんな小さくなりすぎない。あ、野菜が小さくなりすぎない、はい、まあ、ちょっと大きめにというか、はい、ちょっと大雑把にというか。半分切ってもこう食べます。これ何人分なの？何人分？これは10なんで。20。塩10、味噌10です。材料全部リクエスト？はい。材料全部リクエスト。はい。鶏もも。はい。鶏ももも。鶏ももも。これも鶏ももと胸をミックスさせる。あ、もう胸だけだとパサッとなるし、ももだけだとベチャッとなるんで、両方リップと小気にして、はい、して。それが長谷川流じゃないんだ。まあ、僕、はい、僕はそうしてます。あ、なるほど。1年生になると絶対作らされるんですよ。先輩の真似するんですけど、その先輩も先輩のオリジナルがあるんで、まあ、見ながらベースは大体覚えて、でそのベースからもう自分でなんか、まあ、もちろんあんま美味しくなかったりする時もあるんで、それは次につなげてみたいな。なるほどね、はい、すごい。目分量でいきます、料理長。どうしますいいですよ、大丈夫ですか。はい、結構相撲だと、稽古終わった後に食べるんで、はい、薄いと全然食べないんですよね。だからちょっと濃いめで、ちょっと濃いめっていうか、まあ味をしっかりした、なんていうんですか、もともと香りが強かったり、はいはいはい、醤油使いすぎると塩分取りすぎるんで、あ、そこは大事なんですね、はい、
高校の時は相撲部だったけど、チャンプを作ったりっていうあれはなかった。はなかったです。これはもうとりあえずつくねは完成です。はい、あんまり揉まないんだな。はい、あんまり揉まないんだね。もっともっといっぱいやると思った。ああ、もうそんな、はい、揉まなくて、混ぜる感じがいい。ちょっとまあ普通に、本だしですね。はい、で、塩ですね。塩ごま酢でございます。そうですね。30分、40分ぐらいですか、ね。あの、火かけないといけないんで。結構量があるんで、家庭用だったら15分ぐらいできちゃうんですけど。ちょっと多いめなんで。大学教官さん、ちゃんこ作ったんですか。はい、うまいやつ来たらするでしょ。います。うまい方で、僕は別にどっちかというと僕一品の方が、一品ちゃんこってちゃんこ以外におかず作るんですけど、はいはい、唐揚げとかそっちの方がすぐなくなって、ちゃんこもまあなくなる、まあみんな一品ばっか食ってました。4にしておいてください。はい、はい、でも鶏をちょっと塩の方に多めに人参も入れてきます。で、大根入れます。入らないんで。想定よりも鍋がちょっと。想定よりそうですね。鍋が。普段やってるのもうちょっと大きい鍋ですか。普段は横に広いんですよ、大蔵の鍋。ここを、はい。確かに。なんで深いと。すいません。はい。これです。これがこれです。はい。普段これです。すいません。申し訳ありません。いいですか。はい、すいません。給食です。10人前給食になります。きっかけはキャンプで雑談してた時に、なんかお前相撲取りみたいな体しとるなってなって、で僕は相撲やってましたよっていう話になって、でわしはあの
あれ YouTube で相撲取りが飯食う動画結構見るんだっていう話になって、はいはいはい、でちゃんこ食べてみたいってなって作れるんかってなって作れますって言って。そういうことだったんですか。はい、はい、大正解。大正解です。あ、すみません。なんつみれでなんかアクセント入れても面白い。変に胡椒とか入れるよりは、そっちでアクセントつけた方が、もしかしたら、もっとコクが出るかも。はい。ちょっといいかもしれない。もうちょい、もうちょい入れても、僕のアドバイスもするぐらいですか。これうまい、本当にうまい。うまいです。うん、うまい。塩がうまい。塩うまい。パンボランドのマジシャさんはもうすぐホームなんで。どっちが美味しいですか。はい、両方とも美味しい。あ、美味しいですか。あ、本当ですか。こうつけがたいってやつ。あ、そうですか。ね、あ、美味しいです。すごく美味しい。ありがとうございます。秋山先生、いかがですか。美味しかったですか。美味しいです。あ、美味しいですか。うん。あ、見たら美味しくない。どっちの方が楽しい、生地描いてるのちゃんこ作ってる。いや、まあ、両方楽しい。元祖ちゃんこ鍋どうですか。ちゃんこ鍋どうですか。朝早くから今日活動されてるんですか。スタミナをスタミナです。あ、こう長谷川さん作りました。お、スモークだった目です、目です。めっちゃうまいです。あとで、はい、ありがとうございます。いただきます。どうですか。まあ、あんまり鍋で調子いいです。あ、そうですか。初めて食べました僕。え、ちゃんこ。はい。あ、そうなんですか。はい、ああ。結構美味しいですか。まあ練習終わった後結構ね、塩分なくなっちゃうんで結構美味しいですよね。はい。作り終わって。はい。試食をしていただき、はい、結果はどうですか。選手の皆さん、球団の方々にも食べてもらったんですけど、まあ、塩と味噌を作ったんですけど、一応あの合格が出まして、まあ、味があのバラ整えやすい塩でいこうということで、塩ちゃんこを振る舞うことになりました。そうですね、あの田中選手とかはもうお金払っていいぐらいとか、まあ、すごいあの好評いただいて、僕的にはシンプルな味なんでちょっと不安もあったんですけど、あの選手の方にも好評いただいて、まあ、クレ選手とかにもちょっとあのご意見とかもいただいたり、まあ、いろんなあの反応があったので、まあ、こんな作ってそういういろんな方々にその反応されあのそういただくことはあんまりないので、まあ、あの当日は美味しいちゃんこを皆さんに提供できたらなと思います。はい、ありがとうございます。